ケンドリック・ラマー・ダック・ワーズはアメリカ合衆国のラッパー、ソングライター、音楽プロデューサーである。たびたびヒップホップの新王者と称される。カリフォルニア州コンプトンで育ったラマーは、K. という芸名で10代の頃に音楽活動を開始し、地元で注目を集めたミックステープを発売後、インディーズレーベルトップドーグエンターテイメントと契約。2010年、 最初の小売り発売となったオーバーリーデディケーテッドを発売後認知され始めた。翌年デビューシングルハイパワーを含む最初のスタジオアルバムセクション80を発売。それまでに彼はゲームバスタライムススヌープドッグを含む何人かの有名なヒップホップアーティストとコラボレーションした。2012年にとどアフターマスインタースコープから メジャーデビューアルバム、グッドキット、マットシティが発売され、批評家から高い評価を受けた。また、ビルボード200で最高2位を記録し、後に RIAA よりプラチナ認定を受けるなど、商業的にも成功を収めた。加えて、アルバムは、スイミングプールス、ビッチ、ドントキルマイバイブフィーチャリング JZ、ポエティック・ジャスティスフィーチャリングドレイクといった。 トップ40シングルを生み出した。2015年に発売した3枚目のアルバム、トゥ・ピンプ・ア・バタフライは、ファンク、ソウル、ジャズ、スポークン・ワードの要素を取り入れており、こちらも高い評価を受けた。アルバムは、アメリカとイギリスで、初登場主位を記録し、第58回グラミー賞で、最優秀ラップアルバム賞を受賞した。2016年、未発表曲集。 アンタイトルドアンマスタードを発売。2017年に4枚目のアルバム、ダムを発売し、さらに評価を高めた。アルバムのリードシングル、ハンブルは、ビルボードホット100で首位を獲得した。彼は、ソロ歌手としての経歴の他に、トドのレーベル仲間や、南ロサンゼルスに拠点を置くアブソウル、J6、スクールボーイ Q と組んだ、ウエストコーストヒップホップスーパーグループ。 ブラックヒッピーの一員としても知られている。ラマーは12個のグラミー賞受賞を含む多くの賞賛を受けている。2013年をはじめに MTV によって最もホットなラッパーに選出された。2016年にはタイムの世界で最も影響力のある100人に選ばれた。2018年アルバムダムによってピューリッツァー賞の音楽部門を受賞した初のヒクラシック音楽。 ヒジャズ音楽家となった。1987年6月17日、イリノイ州シカゴ出身である両親のもと、カリフォルニア州コンプトンにて生まれる。彼の名は、アメリカのシンガーソングライター、エディ・ケンドリックスを称えて母親から与えられた。彼の父、ケニー・ダックワースは、シカゴのストリートギャング、ギャングスター・ディサイプルズの元メンバーであり、ラマーの家族は、ブラッツと結びついていた。 1995年父と共にコンプトンファッションセンターにて撮影された2パックとドクター、ドレイのヒットシングルカリフォルニアラブのミュージックビデオの撮影を生で見て感銘を受ける。子供の頃、ラマーはコンプトン統一学区のマクネアエレメンタリーヴァンガードラーニングセンターを主席で卒業。ティーンエージャーの頃の彼は ギャング行為に走る友人が多い中、コンプトンの先手にあるハイスクールに通っており、真面目な学生であったという。影響を受けたアーティスト自身の好きなラッパートップごと、して、ニパックをはじめ、ノートリアス BIG、JG、ナズ、エミネムを挙げている。2012年9月のインタビューで、デトロイト出身のエミネムについて、自分のスタイルに大きな影響を与えた人物と話した。また、 その他にも影響を与えた人物として、リルウェインを挙げており、長い期間にわたり活躍していることについても、称賛している。4カース出身の DMX について、本当に音楽を始めるきっかけを与えてくれたと、パワール99のインタビューで話した。2013年11月、GQ とのインタビューで、ケンドリック・ラマーを作り上げた4人の MC という、質問には、2パック。 ドクター・ドレー、スヌープ・ドック、モブ・ディープのプロディジーと答えている。ライブでのケンドリック・ラマー2003年16歳の時、自身初のミックステープ、ヤングスト・ヘッド、ニガインチャージオ、OK、ケドットというステージネームでリリースした。ミックステープは地元で注目を集め、当時設立されたばかりのカリフォルニア・シューカーソンを拠点とするインディーズレーベル。 トップドーグエンターテイメントとの契約につながった。2008年、レーベルメイトである j ロ o c k のデビューシングル All My Life のミュージックビデオに出演するなど活動の幅を広める。アメリカンヒップホップのスターであるリル・ウェーンから認められ、リル・ウェーンのダカーター3のテーマに合わせて構成した自身3枚目のミックステープ C4 を2009年にリリースした。その後すぐに、 K. というステージネームを改め、本名である、ケンドリックラマーとして活動していくことを決める。2009年、ケンドリックラマー e p をリリース。2010年、トップドームエンターテイメントを介して、Overly Dedicated ーーーデデをデジタルリリースし、オンラインで無料配信した。曲は順調に売り上げを伸ばし、ビルボードチャート、トップ r b ヒップホップアルバムの72位を記録。ヒップホップの現役プレイヤーで、プロデューサーでもあるドクター・ドレイは、YouTube で同曲のミュージックビデオを見た後、ケンドリックと仕事をしたいと思ったという。これをきっかけに、ケンドリックはドクター・ドレイのレコードレーベルである、アフターマス・エンターテイメントと契約することになった。2011年初旬、若手アメリカンラップアーティストの登竜門とも言える。 XXL 氏のトップ10フレッシュマンクラスに選出され、表紙を飾った。ファーストアルバム、セクション80がリリース。テレビやラジオで宣伝することなく販売され、初週5300枚を売り上げ好評を得た。2011年8月、ウエストコースト出身のラッパーのスヌープドック、ドクター・ドレー、ザ・ゲームラとウエストロサ、ピッチフォークフェスティバルでのパフォーマンス2011年に、 インディーズデビューを果たし、その後、メジャーレーベルと契約。2012年7月に発表したシングルスイミングプールズが全米シングルチャートにて17位まで上昇したことにより注目を浴びた。同曲を収録したセカンドアルバムグッドキッド MAADCT はメタクリティックにて平均点が91点を記録するなど非常に高い評価を得ており、 全米でのトータルセールスは100万枚を突破。現在はプラチナムディスクに認定されている。また、ヒップホップグループブラックヒッピーのメンバーとしても活動している。ライブでのケンドリック・ラマー2014年9月23日、3枚目のスタジオアルバムの最初のシングル、I をリリースし、同年12月にスポーツウェアブランドのリーボックのイメージキャラクターとしての契約が発表された。 2015年、サードアルバム、2ピンプ、A バタフライをリリース。前作以上の高い評価をメディアから受けた。2016年第58回グラミー賞では、マイケル・ジャクソンに次ぐグラミー史上2番目に多い11部門にノミネートされ、主要部門の受賞を逃すも、最優秀ラップソング、最優秀ラップアルバムなどの5部門を受賞。受賞式でのパフォーマンスは、 各方面から賞賛を受けた。グラミー直前のインタビューで、サンプリングの許諾の問題や、締め切りに間に合わなくて、アルバムには入れられなかったけど、気に入ってる音源があるんだ。10曲くらいあると思うんだけど、気に入ってるし、アルバムに入らなかったものもパフォーマンスしていくよ、とコメントするなど、以前から未発表音源の存在について語っていた。同年3月4日、 アンタイトルドアンマスタードと題されたデモ集を収録したアルバムをサプライズリリースした。2017年3月23日にシングルザ・ハートパート4を発表した。1週間後ミュージックビデオを伴ってハンブルをリリースした。2017年4月7日に4枚目のスタジオアルバムの予約注文が始まり、4月11日アルバムタイトルがダムとなること。 リアーナ、ザックリー、ユーニによる客演を迎えたトラックリストを発表した。アルバムは2017年4月14日にリリースされた。さらにコレクターズエディションとして2017年12月中旬にアルバムのトラックリストを逆の順序で収録したダム、コレクターズエディションが発売された。ダムは自身のキャリア最大の初動セールス。 さらに2017年作品で最大の初動記録を打ち立てて全米アルバムチャートで1位を獲得。音楽賞非動向を伝えるニールセンミュージックが先日発表した2017年のアメリカにおけるヒットアルバムのランキングでは年間2位となる大ヒット作となったほか、ローリングストームし、コンプレックスなどの年間ベストアルバムランキングで1位に、 選ばれるなどその内容は絶賛されており、主要メディアの年間ベスト戦を独自に集計、ランキング化した、ウェブメディア、アルバムオブザイヤーでは2017年1位となった。MTV ニュースのインタビューの中で、アルバムが出て1週間くらいかな、逆からアルバムをプレイすることができるって気づいてもらえた、スタジオに行った時から、じっくり計画を立ててやったことだと述べ、最後から聞いていくと、ケンドリック・ラマ、 の二重性や複雑さの対比が浮かび上がる。でも、両方どもが俺という人間を表しているんだと語るなど、意図的に曲順を逆にしていたことを語った。トップドーグエンターテイメントの創始者、アンソニー・ティフィスと共に、マーベル・スタジオの新作映画、ブラック・パンサーのサウンドトラックのプロデュースに携わることが発表された。結果として、インスパイアアルバムと名打たれた。 ブラックパンサー、ザ・アルバムが映画公開の1週間前にあたる2018年2月9日にリリースされ全米アルバムチャート初登場1位を記録した。ライブでのケンドリック・ラマー2018年第60回グラミー賞では主要に部門を含む7部門にノミネート。主要部門の受賞は、逃すが最優秀ラップパフォーマンス賞、最優秀ラップ。 サングパフォーマンス賞、最優秀ラップソング賞、最優秀ラップアルバム賞からなるラップ4部門を制覇。そして最優秀ミュージックビデオ賞を加えた5部門での受賞を果たした。2018年7月に開催される大型野外音楽フェス、フジロックフェスティバル18にヘッドライナーとして出演することが決定した。2018年4月、ラッパーとして 初の開挙となるピューリッツァー賞を受賞。1943年に設立されたピューリッツァー賞の音楽部門はクラシック音楽作品が受賞するのが常となっており、クラシックやジャズ以外の作品が選ばれるのは今回が初である。同賞の委員会はケンドリックによる4作目のスタジオアルバムであるダムについて現代を生きるアフリカ系アメリカ人の複雑な 人生を捉え、土地や文化に根付く本物の言葉やリズムのダイナミズムを統合した高水準な楽曲を収めた名作と評価した。2018年7月、ラマーはスターズドラマシリーズパワー第5シーズンでレースというドミニカン麻薬中毒者を演じ俳優デビューを果たした。ラマーのキャスティングはラッパー50セントとの関係から生まれ、 ラマーの演技は批評家や視聴者から称賛された。2018年12月、第61回グラミー賞にて自身がプロデュースを手掛けたアルバム、ブラックパンサー、ザアルバムから最多となる8ノミネートを獲得。父と共にコンプトンファッションセンターにて撮影された、ニパックとドクター、ドレーのヒットシング、カリフォルニアラブのミュージックビデオの撮影を生で見たこと誕生日が1日。 違いであること。母親から誕生日が1日違いであることを伝えられた日に夢に現れた2パックから俺の音楽を絶やすなと声をかけられたこと。2ピンプ、A バタフライに収録されているモータルマンでは1984年11月にニューヨークでマッツ・ナイルスカー氏が行った2パックのインタビューをサンプリングし、ラマーとの疑似対話形式となっている。2パックと最初に レコード契約を結んだトム・ウォーリー氏はこれはケンドリックのアイデアだね素晴らしいアイデアだケンドリックが2パックのファンで影響を受けていることも知っていたよと話したなどが挙げられ2パックとの運命的な類似点がたびたび語られている2014年12月スポーツウェアブランドのリーボックと提携したことが発表されティーンエージャーの頃愛用した同社の名作 リーボッククラシックレザーを含む、軽古足のシューズが発売された。すべてのモデルで平和を願うラマーの思いが込められており、そのうち4足は、左右非対称のギャングカラーを表した、レッド、ブルーのデザインが話題となった。2013年の楽曲、コントロール内で、エーントロッキンのオモアデザイナーシット、ホワイトティーズニケコルテス、ディスレッドコルベット、エスアノニマス、トラップ。 アメリカ西海岸のブラックカルチャーと縁の深いナイキの代表作であるコルテッツを頻繁に着用している。2017年8月に新たにスポーツブランドのナイキとのパートナーシップ締結したことを発表した。ラマーとナイキの初のコラボレートシューズコルテッツケニー21を発売することが明らかになった。このリリースについては NBA スターのレブロン・ジェームズが ラマーのトップドングエンターテイメントの創始者、アンソニー・ティフィスに対して、すぐに未発表の音源をリリースするべき。どうとツイートし、ちょっと考えさせてくれとの返答をもらっており、レブロン・ジェームズのこのツイートがリリースのきっかけとなった。アリシア・キーズとスイズ・ビーツの5歳になる息子、イージプトもプロデュースに関わったとスイズ自ら発言。イージプトがビートに合わせて、 キーボードを弾いている映像を公開しており、同局にはスーイズ自身も関わっているとのこと。ヘッドライナーサポートメンバー、ありがとうございます。